プリアーポスプリアーポスプリアーポストは、ギリシア神話における羊飼い、庭園及び果樹園の守護神で生殖と豊穣を、司る男性の生殖力の神である。日本語では長母音を省略してプリアポストも表記される。ディオニューソスとアプロディーテー、またはニュンペイの間に生まれたとされるが、他にもゼウス、またはアドーニスとアプロディーテー。 ヘルメイスとアプロディーテイの間に生まれたという説もある。ゼウスとアプロディーテイとの間に生まれたという説では、嫉妬したヘーラーが妊娠したアプロディーテイの腹に手を触れ、それによって巨大な陰形を持った姿で生まれたとされる。母親アプロディーテイから捨てられ、羊飼いたちが拾って養育した。また、ディオニューソスの従者でもある。アトリビュートは果物と巨大な陰形。元は、 アナトリア半島のラムプサコスという地方で、法上の神として崇められていたが、アレキサンダー大王の遠征を機に、キリシア世界やイタリアに信仰が広まる。古代ローマでも、プリアープスの名で信仰されるが、プリアーポスの名はしばしば陰形の隠有として使われ、さらに侮辱語としても用いられることがあった。カリグラテはしばしば、部下のカッシュースカエレアを、プリアーポスと呼んで侮辱したと伝えられる。 ギリシアに伝わってからは、葡萄園や庭園の守り神として信仰され、豊かな実りを嫉妬する者からの邪志を防ぐと考えられた。また、羊飼いの守護神ともなった。この神の心臓はしばしば陰形そのものの形で表されることがある。ありがとうございます。